平成29年の問い10ですね、こういう回路がありましてね、でまず1番はですね、S ですね、 S を、閉じた、瞬間ですね、瞬間に、R1 ですね、流れる電流ですね、I1 はどうかということですね。そうするとこれは、I1 は、瞬間ですから、E を割ることの R1 プラス I2、アンペアとこうなります。それから2番目ですね、S をですね閉じて定常ですね、正常状態ですね、で、R1 にですね流れる電流ですね、I2 はいいですかって言いますね。はい、結局定常状態になりますとね、この L ですね、コイルはですね、コイルは、まあ、電線ですね、電線としての、で、R2 をですね、短絡すると、I2 は、R1 分の E アンペアと、こういうことになります。答えはですね、1番。